皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、私がいつもやっているボブヘアのヘアセットをやっていきたいと思います。髪の毛切って1ヶ月もまだ経ってないんですけど、だんだん私自身でもねヘアセット慣れてきたので、ちょっと巻き方とかウエットのやり方とかをちょっとやっていきたいと思います。まずはこちらを使います。ニズムのマルチユースヘアオイル、これは青山テルマさんプロデュースしてるやつで、テルマさんからいただいたのでこちら使ってきます。これ結構取って、私はもうすごい大雑把っていうのと、早く済ませたいから髪の毛を巻く前に全部オイルつけていきます。でこれは洗い流さないヘアトリートメントのヘアオイルだから、ストレートにも使えるやつなんだけど、とりあえずもうこれを私たっぷりつけて、全体的にこうやってね、先も、はい、なんか後からねやるよりも先にやった方が私は楽かな。もう適当よね、こんな感じで。ちょっと癖がすごいんですけど、癖は気にせずシャワー浴びた後みたいな感じでやっていきます。あ、おかえり。このテルマさんプロデュースのやつ、すっごいいい香りなんですよ。これね、ピンクと青があってどっちも使ってるんですけど、私はピンクの方が好きかな。はい、で全体的にちょっとしっとりしたところで、半分ぐらいをこのなんていうの、ダッカールっていうのでちょっとまとめていきます。でコテ、コテは私はホリスティックキュアっていうコテを使ってます。これ 26mm ですね。すごい巻きやすくて、これはもうお気に入りです。すごい癖がたくさんついてるんですけど、もうストレートアイロン使わずに、これをストレートアイロンとしてもうこんな感じでやっていきます。で下は外跳ね、ほらこんな感じ、これをやっていきます。やっぱオイルつけてるからすぐねくるんとなりますね。でストレートアイロンで外跳ねにすることもあるんですけど、もう断然コテの方が綺麗に外跳ねになりますね。やっぱストレートアイロンで外跳ねしてしまうとね、このね毛先がバサバサになっちゃうんですよ。角度がやっぱりこの 26mm のコテが一番ねくるんってなってやりやすいです。で後ろもちょっと見えないんですけど、なんとなく同じ感じでやります。はい、ちょっと半分だけやってみますね。でさっきの取ってた髪をまた2分の1ぐらいにして、上だけ止めます。ここも同じくストレートにしながら、下をくるん。なんかちょっと昔さ、宿毛矯正やった後ってパキって傘みたくなってたじゃないですか。まあ、今の技術だとそんなならないですけど、私たちが中学生高校生ぐらいの時そういう感じになっちゃってるけど、もう気にしない。私はもう髪の量が多いから、中を巻いてしまうとすごいボリュームが出てしまうので、中の方は巻かないですね。表面だけ巻きます。はい、こんな感じで、さっき留めてた上も下ろして、ここもこの外側の方でストレートにして、一緒くるん、ストレートにしてくるん。いっちゃんが今途中で帰ってきたんですよ。ストレートにしてくるんがちょっとうざかった。だって本当なんだもん、見て、ストレートにしてくるん。はい、こんな感じです。でやる前はこっちね、もうすごい癖もついてるしパッサパサなんですけど、やった後がこんな感じで、ここから表面だけをちょっと取る。こういう風にいっぱい取っちゃったら可愛くないので、ちょっとずつ取って、外巻きで巻きながら、ちょっと外し巻きっていうのを、こういう外しながら巻く、そしたらこんな感じになるんですよ。これを全体的にじゃなくて所々やる。ほとんど私は外巻きにしてるけど、まあ、ランダムでもたまーに内側の内巻きを入れる感じで、ほとんど外巻きかな。でもあ、泣いちゃった。今お昼寝の時間に私撮ってたんですけど、ちょうど小網さんがお昼の時間にいっちゃんが一回お仕事から帰ってきたのでお願いしてます。外巻きもプラスしたりしてね。私は結構ウエットな感じが好きなんですよ。髪の毛長い時はウエットすぎたらちょっと髪の毛ベタベタに見えちゃったんですけど、髪切ってからはウエットな感じが好きなのでかなりつけてます。これさ、画面見てるとちょっと難しいね。
ちょっと鏡見ます。私表面だけやって、でちょっとあここストレートすぎて気になるなってとこだけ中の方も上からやってますけど、最初の方が全然巻きません。はい、こんな感じで巻けました。じゃん。どう？まあ後から調整するからこの辺は適当で大丈夫です。反対側も同じようにやってきます。こうやって同じようにですね。あつつつつつ。こんなこともなります。今からですね、我が家はいちご狩りに行きます。おしゃれの最先端行ってる。外羽にしそば味みたいな。ねえ、ね、古いんだけど。何そば味って、しかもそば味でしょ。言い方古い。いや言い方古いというか、うちの世代でも言わないんだけど。はい、こんな感じ。もう上のね、あのそう最近抱っこまだから抱っこしなきゃダメ。こんな感じね。でいっちゃんが鼻につく。ストレートして下だけくるん。これもう慣れたら意外と10分とかでできます。はい、ちょっとサクッとやってきます。はい、こんな感じでなんとなく巻き終わりました。そしたら今真ん中に分け目があるんですけど、それを巻いた後にちょっと分け目を変えます。巻いた後の方がふわってなって好きですね。そしたら表面しか巻いてなかったから、多分こっちにストレートが出てくるから、またちょっと巻き直します。気になるところ、私はね、なんかもうこれ多分人のね癖っていうのもあるんだと思うんだけど、最後に上からふわっとかぶせる方が好きなんですよね。はい、でこれやった後に、前髪ですね。前髪も同じこのコテでやります。前髪は今ちょっと中途半端このぐらいの長さなんですけど、これを本当は160度とか150度とかでやるのが好きなんですけど、もうちょっと今は時間ないんで180度でやっちゃいます。全部をくるんとこんな感じにします。はい、で散らばすだけ。なんか前髪いつもどういう風に巻いてますかってよく質問いただくんですけど、本当に超簡単、これだけです。で私はスプレーをもう前髪と全体にかけます。まず前髪、あちなみにこれはケープのナチュラル&キープ、自然なニュアンスキープってやつですね。で上の方もちょっと立たせて、全体もあんまりこれ固まんないんでね、かけていきます。ちょっとだけで、ちょっと整えたら、はい、完成しました。前と後ろと横ですね。結構簡単ですね、もう慣れちゃえば。私的にやりやすいっていうのは、最初にオイルをつけるっていうのと、あと前髪はもうコテで一巻き、まあ一巻きでできない時もあるんですけど、ちょこ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 前髪が決まんなくてやる時もあるんですけど、まあ基本くるんと一回やって終わり。あとは中の方は巻かずに表面だけ巻くっていうところですかね。はい、こんな感じです。ちょっとリップつけたそうって、ちょっと耳にかけようかな。どう、ママかわいい？かわいい？すごい横目で見て、普通にさーっとそっちの部屋行きました。はい、ということで、ボブヘアの巻き方、ヘアセットの仕方でした。この動画が良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。